始まりました。 FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉、ワイタ吉田浩一と勝野聡でお送りしますということですね、はい。今回はグラウンドの話をちょっとしていきたいなと思います。サッカーグラウンドの話ですね、はいはい、グラウンドを、カズさんはちょっとグラウンドがない、はい、今困ってるんですけど、その前に、ええ、教会から正式の文書なんかも、うん、グラウンドってくるんですよ。グラウンド書くとグラウンド、うん、やっぱ正式にはグラウンド、うん、これよく皆さん間違える、うん、レフリーもレフェリー、これはどっちも正解でいいらしいんですけれども、うん、レフリーレフェレフエ小さいエレフェリー、まあ僕は後者のレフ小さいエを入れてレフェリーが正解かなと思うんですけれども、はいはい、よく皆さんグランド案内とかもグラウを入れた方が、これが正式なカタカナ的にはまあ大したことないんだけど、まあ音でね、はいはい、今日はグラウンドの話です、はい、グラウンドの話で、はい、グラウンドです、はい、新型コロナウイルスの影響で、うん、埼玉市内の、はい、オフィシャルのグラウンド、市の持ってるグラウンドに関してはもう、先週あたりから15日まで、はい、3月の15日まで使用禁止っていうことで、うん、我々大変困ってるんですよ。社会人のチームももちろん小中高活動できないでしょうし、試合はできない、試合できない、グラウンドがないんで試合はできない、練習はできない、はい、練習はまあちょっとやってらっしゃるようなフットサル場さんに協力していただいて、体だけはいつ、まあ本来4月5日が我々の社会人、うん、リーグ県の2部、うん、県リーグは4月5日が我々のリーグは開幕なんですけれども、それもまだ正直はっきり言ってどうなるかわからない、うん、で社会人連盟が今年設立40周年ということで記念イベント3月の7日にあったんですけれども、それもイベントは中止ということで、せっかくの記念イベントも中止になってしまう。イベントもなかったんです。予定されたけど、予定されていたんですけどなくなってしまったということで、まあそれは仕方ないのかなと思うんですけれども、基本ゲームもできないでいきなり公式戦を迎えるっていうのはちょっと怖い感じもするので、まあなんとかならないけれども、やっぱり世の中の自粛ムードに反発するわけにはいかないし、まあ今回のこの騒動っていうのは、まあ騒動っていうのは本当に大事件だと思うんですけれども、まあね、ちょっとまだ見えないですからね、見えない、どうなるか分かんないし、やっぱりそれはそれで正解だなと思う反面、ちょっとじくじくする気持ちもある今日この頃でございます。で、はい、オリンピックも今年あるじゃないですか。そうなんですよ、と言いながらですね、はい、グラウンドの話で、はい、ちょっとね、は聞いてもらいたいなっていう話があるんですけど、それがね、こんな話なんですよ。はよろしいですかね。あ、どうぞ。まあ、友達からなんですけど、はい、拡散希望っていうことでですね、来たんですけど、まあ、こんな感じで存続危機だっていうタイトルがついてるんですね、はい、グラウンドが。で、うん、6月に陸前高田市に新しいグラウンドができます、はい、岩手県です、ね、岩手県だね。新しいグラウンドができたら、はい、上与謝部グラウンドは畑などをだった土地を借りていますので、うん、所有者に返還しますとの陸前高田市の方針です。なるほど。土地所有者が良ければ、はい、グラウンドはそのままで良いですが、はい、予算は出しませんとのこと。自分たちで管理しなさい、うん、で誰が自分たちって、うん、市役所から予算を打ち切られると、うん、グラウンドを維持することは困難です、うん、何人かいる土地所有者のお家返してほしい人は一人らしいです。その場所もグラウンドにかかっていない土地のようです。なるほど。しかも土地所有者は高齢になっていて、はい、今更畑もできないですし、うん、野放しにすると
雑草が生えて、はい、草刈りも重労働になります、はいはい、このグラウンドはこのグラウンドで、うん、悪臭の中汗水流して関わったボランティアの人数は2万人以上おります。加藤久志さんは何から何まで頑張り、はいはい、今でも上納部グラウンドのことを心配して連絡をいただいたり、はい、グラウンドにも足を運んでくれます、うんうん、日本サッカー協会には芝生のポット苗をいただき、はい、300人以上で植え、はいはい、芝生の神様松本一さんが今でも年2回車で京都から自費で交通費、宿泊費を負担し、うんうん、無償で芝生の種や飼料を、うん、肥料を撒いていただいています、うん、なでしこジャパンにはチャリティーマッチでクラブハウスを建てていただき、はい、J リーグからは芝生の新芽を食べてしまう鹿対策で周りにネットを張り、はい、その他数えきれない人たちからたくさんの支援をいただいています、うんはい、このグラウンドにはそんな人たちの思い出が詰まった大事な場所です、うんうん、みんなの絆でできたグラウンドです。何よりも上納部グラウンドを中学生がってね、多分こう中学生の話だったんですね、うんうん、こんなに理解してこんなに思っていたなんて絶対にこのグラウンドは残すべきです、うん、子どもたちの思いを潰すわけにはいきません、うん、こんなこう書き込みをですね、うんまあ、友人なんですけど、うん、見たので、なるほど、まあ、陸前高田市岩手県ということなので、はいまあ、岩手県には知人友人がおりますので、はい、早速連絡を入れてみたんです、ね、ははあのレノベンソーガサ、うんという、ジュニアクラブチーム、そうですね、はい、ジュニア、はい、あとジュニアユースのフットボールチーム、サッカークラブがあるんですけど、はい、そこのコーチの大坊さん、はい、あとは代表の中村司さんに連絡を入れて、はいこの土地とこのグラウンドっていうのはどういうグラウンドなのかっていうことを、はいはい、聞いてみたんですよ。ゴチ君が聞いてみた、はいはい、そうしたらですね、はい、まあ皆さんご存知のように3月11日が来ると、はい、また震災の、うん、まあ本当忘れてはいけない日がやってくるんですけど、うんはい、2011年3月11日に、はい東日本大震災で、陸前高田市は壊滅的なね、被害の大きいところだね、だったらですね、大きかったところ、その中で、うんまあこの今の話の中にもあったんですけど、はい、本当に、まあ、我々では想像がつかないですもんね、うんまあ、悪臭が漂う中で、ねうん皆さんがですね、うんいろんなボランティアの方が、はい、そこに力を尽力してくれて、うん、で中でも、うんまあ、東北出身者ということで、はいはいはい、宮城県出身ですけど、はい、加藤久志さん、はいQさんですね、はい、森ジャパンでも大活躍、はいはい、キャプテンだったんですけど、はい、Q さんが非常に尽力してくださって、うん、今も本当に、お力を、はい、貸してくださってると、うん、で先日、はい、岩手県サッカー協会70周年の記念イベントがあったらしいんですけれど、功労者として加藤久志さんがやっぱり表彰されてるんですよ。表彰されたね、うん、なぜ宮城県なのにと思ったら、うん、なるほど、出身のね、うん、加藤さんがと思ったら、うん、こういうことらしいです。なるほど、ご尽力なさったと。でさっきも名前があったと思うんですけど、はいはい、松本栄一さんねえ、ブラウンのり深い、はい、松本栄一さんといえばね、はい、まあ我々であれば、はい、まあ最初は大原だったり、うん、駒場の芝生、うん、はい、またサイスタの芝生、芝生の神様だ ね、 ね、ジェピレッジもそうです ね、 ね作られて、まあ浦和南高校出身で、はい、うん、そういう、ね、サッカーでは非常に、関わりのある人なんですけど、第一人者、芝生の でも今も、うん、ね、もちろんジェピレッジにいたっていうのもあると思うんですけど、はいはい、どうにかね、震災のこのことに関して、はい、力になれないかということで、はいはいはい、来てくださってると。なるほど。で僕は何を言いたいかっていうと、うん、そのこのですね、うん、イベント今回のこういうことがあって、まあ、グラウンドが一つできたと、うん、じゃあ、新しいグラウンドができたから、はあ、新しい古いグラウンドを、はあ、潰してしまうっていうのは、うん、ちょっとですね、うん、せっかくね、
2万人もの人のね、うん、力が、かかってるんであれば、うん、それは無駄にはできないじゃないですか、うん、なので、うん、何かね力になれればいいなと思って、うん、なるほど、番組の中で、うん、まあ、今ねコロナウイルスの関係で、うん、グランドの問題は本当に、うん、まあ、本当全国どこでも深刻なんですけど、うん、ちょっとこのね、上尾部のグランドっていうのは、うん、なんかフロンターレも来て、うん、すごく復興に力を貸してくれたりとか、うん、まあ、さっきも言ったようにね、なでしこはチャリティーマッチしてクラブハウス立ってくれたと、うん、で、いいよって言うんだったら、ね、多分話をかいつまんで言うといいよっていうのがあれば、うん、まあ、そのまま、グランドは使えるのかもしれないんですけど、うん、お金は出せないと、うん、でもそこにかかるね維持費っていうものはあるわけじゃないですか、うん、なんかみんなで知恵を出せば、うん、このグランドがだって芝生のグランドですよ、うん、ね、ポット苗だから洋芝の多分素晴らしいクオリティになってるのかなとは思う。そうなんですよ、なので、うんうん、ぜひね皆さんから、うん、もしよかったらコメント欄とかでいいので、うん、アイデアを載せてもらえないかな。どういうふうに管理したりとか、どういうふうにお金を募るとか、うん、市に、陳情に行くとか、うん、いろんなやり方あるかもしれないですね。そうですね、なんかニュースを、うん、いろいろとこう見たりとか、うん、あとは先ほどこう中村さんとか阿保さんに聞いたところでは、まあ、一応こう、まあ、考えてみようみたいな話にはなってるようなんですけど、とはいっても先立つものも、そうだね、それも必要だろうし、でもやっぱりグラウンドっていうと僕らは常にね、台風の被害でも河川敷のグラウンドが、さいたま市はほぼ壊滅状態で使えないわけだし、やっぱりグラウンドの大切さっていうのは身に染みて分かってるわけだから、そうやって一個新しくできたら、じゃあ一つはもう草ぼうぼうにして何も手を入れなくていいかっていうと、二つ使えれば2チームがうまくね、うん、練習もできるだろうし、そうなんですよね、うん、なんかちょっとこう、うん、アイデアを、うん、花火大会やるとか、うん、わかんないですよ、うん、花火大会やるとか、そこでイベントを組んだり、ね、人が集まるっていうことが、うん、まあ、非常に重要なことじゃないですか、うん、そこに行って、ではその収益がそこに当てられるとかいうのであれば、積極的にもお祭りも参加できる、うん、例えばだよ、うん、そうね、だからなんかこう皆さんからそういうこう、うん、なんかそのね、確かに今年オリンピックあるんですよ、うん、立派なスタジアムもできて、はい、で我が埼玉市も、うん、埼玉スタジアムが試合会場になってると、はい、でこれは、うん、まあ、そういうね、うん、会場になれるっていうのはまあ素晴らしいことなんですけど、うん、でもこれ復興五輪って言われてるんですよ、うん、復興五輪であるんだったら、そうね、うん、そこに力を入れるんだっていいんじゃないかなと、うんうん、そうね、僕なんかは思うんですよね、うん、だから本当の意味でそれが復興でっていうんであれば、うん、収益であったりとか、あるいは収益が出たらそこに、うん、当てられるとかね、うん、あるいは何か、あ、じゃあいいです、ウェアを、じゃあ僕らが例えばですよ、うん、上尾部のグランドを存続するために、じゃあウェアを、じゃあ T シャツ作って販売して、うんうん、その収益をそっちに寄付するとか、そういう、例えばね、そういうのも一つ手かなとか、うん、あと何月何日みんなで集まって全員で300人で草むしりとかね、あ、そうですね、そうすれば管理はできるわけだから、そうですね、うん、手入れしたりね、草、うん、だからなんかそういうアイデアをね、僕ら今2人じゃないですか、うん、2人ではこれくらいのアイデアしか出ないんだけど、うんうん、それがもっとたくさんの人が、うん、これを見ていただいて、うん、上尾部グランドが今、うん、存続の危機にあると、うん、でもそれは復興の、うん、もう岩手県のサッカーの復興のシンボルで、うんうん、じゃあうちのチーム遠征行こうかな、ほんで一泊して全泊で岩手の一部のチームと試合組んでくれればいいかも、そこで24時間サッカーいやいや、だからみんなが訪ねてくるんですよ、そうだね、まあ、でも芝生
芝生が、ちょっとボロボロになっちゃうかもしれないですけど、ね、でも、うん、一つそういうのもなんかそういうのもいいよね。それで宿泊したら周りの民宿とか、ね、宿泊施設もね、少しお金も入ってくるかもしれないし、なんで今回は結構急いでいるので、コメント欄に皆さんどんな些細なアイデアでもいいのでお寄せいただければなと思います、ね、このグラウンド知ってるよとか、はい、いいグラウンドだよ、あ、そうです、そういうことも教えてください、ね、僕らが言ったことにお前たち言ってるの、僕らは言ったことないからね、うん、ちょっと間違ったことないのに間違ってると、うん、ね、本当はこういうグラウンドでもっとこういうふうに望んでるし、ね、今は実はもっとこういうふうに話進んでるよとか、うん、あったらそれも教えてもらえればいいなと。もう一回光一くんチーム名だけ。あ、グランドですか、うん、グランド、グランドは陸前高田市の上納部グランドです。グランドね、はい、はい、立派な芝生のグランドだということですので、ぜひここがですね今、うん、存続の危機に、立たされているということですので、うん、皆さんのアイデアご意見をですね、コメント欄にお寄せいただければ、私たちの方から、フットボールアンダーグラウンドの方から岩手県のサッカー関係者の方に伝わるようにいたします、うん、はい、いいアイデアがあったら当然私たちもこの番組の中で、はい、番組を通して協力していきたいと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ということですね、はい、今回はグラウンドの話、はい、FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉、お相手は吉田浩一と勝野聡でお送りしました。ありがとうございます。バイバーイ。